ちょっと話が変わりますけども、ジャケドンスとその、ビッグジャイルズ、エドモンス・ジャイルズが次のあのフローのモデルを提案しています。で、これはその天集合 A でデータ集合 A というグラフを考えます。そして点の部分集合族で交差集合族というものを考えて、その上の交差列文字化関数というものを考えます。これどういうものかというと、そのこの XY が交差するというのは、この XY の、 その補集合、このバーをつけたのが補集合ですけど、補集合を考えるとこの4つの部分に分かれますね。これは全てが非空になるときにこの XY が交差するといいます。で、その交差集合族というのは2 の, その交差するペアに対してこのユニオンとインターセクションで閉じているので交差集合族と言います。で、交差列文字化関数というのは交差する XY に対してこういう列文字化式を成り立つと、ね、交差する XY に対してこれはちゃんと定義されている、こういう不等式になっているという、こういう交差列文字化関数という、まあ、列文字化関数と一般化したものを定義して、これを道具にその列文字化フローというのを次のように定義したんです。今説明したその交差列文字化関数 と、容量の下限、容量の上限を決める関数ですね。これ枝の上の関数です。それから枝の上の費用関数を考える。これが道具になってて、その列文字化フローというのはその容量の上下限の間にある各枝のフロー値がその間にあって、でこういう不等式を満たす、こういう不等式を満たしたものをそのレスモジャーフローと呼びます。でその時の費用がこういうふうに定義される、この費用関数の係数が与えられています。でこれが最初はなかなか分かりづらい、これはどういうものを意味しているかな、分かりづらい制約式だったんですね。私もこれを理解するのにだいぶ時間がかかったんですけども、これはこの条件ですけども、まずここの左辺ですね、これはどういう条件かというと、 X というこれは点の部分集合ですね、点の部分集合になってるんですよ、スクリプト F の点というのは、その点の部分集合 X から出る枝の流量の層は引く、 X に入ってくる枝の流量の層を引いたものがこの交差列文字化関数で指定されたこの FX 以下である、こういうことなんですけども、ここは単純にこういうふうに見ることができます。こういうフローのバウンダリーですけども、そのこれは点 B から出る枝の全体でこの輪を取って、点 B へ入る枝のその上でこの層を取って、この差ですね、このネットにこの点 B から出る量というのをその点 B の、 そのラウンド D のファイとして、フローファイのバウンダリーですね、こう定義してやると、この B の上 の、 このベクトル関数が得られますね。それに対してこのノーテーションですね、そのこの関数 の、 この X の上での層が FX 以下という、それとこれは実は同じですね、まあ、ちょっとそれを考えます。そういう、まずこうなって、だけどここは交差列文字化関数でまだ分からない、どういうものか。そこで制約条件としてはこんな形、このバウンダリーのベクトルがもう形式的にこの F 以下っていうベクトル X の全体、これまあ交差列文字化関数を使ってますけど、こういうふうに定義して PF と、これにこのバウンダリーのフローバウンダリーが入るという条件になりますけども、これは今もう一回こういう条件を書きました。これここで注意するのは、このフローバウンダリーとはその点全体で層を取るとゼロになったんですね。ここが重要で、実はこの条件というのは、このフローバウンダリーがこの多面体に入るという条件は、この層は一定というところでその切ってやって、この多面体を切ってやったところに入っているというところと同じですよね。つまりこの多面体全体の構造を気にすること必要はなくて、この層は一定というところで切ったこの切断面の組み合わせ的な構造が分かれば、問題の理解に至るだろうと
ことですよね。それでその切断面をちゃんと解析してみると、実はその切断面が低だったら、この多面体はその B 上のある別モジュラーシステムに関するキー多面体に位置しているんですね。これは非常にその感激するような命題が得られたんですね。これで実はその別モジュラーフローの話が非常に簡単になったということで、スクライファーなんかからも喜ばれたんですよね。それと、さらにこのフローのバウンダリーですね、これ、要領条件だけ満たしているフローのバウンダリー全体を集めてきたもの、これも一つのキータメンタイなんですね。一種ゾノトープになってますけども、かつこのキータメンタイというものになってます。したがって、この、実行可能フローの存在というのが、要するにこういうふうになるようなこのファイルが存在するということですよ。これはその今これ証明したそのキータメンタイとこのフローのバウンダリーでできているキータメンタイの2つの交わりが低いということですね。だから2つ の, そのまあこの交わりが低いという、これ自身はそのキータメンタイ の, その交わりというものが低いになる条件というのは、まあ、既にまあエドモンズさんの成果からこれは扱える問題になっている。でもでその高性質モジュラー関数の話っていうのが2つに分けられるんですね。この別モジュラーシステム の, この回数関数 F プライムを決めるところと、あとはこういうフローの存在性みたいなのと、こういう2つの交わりの世界で取り扱えるっていう。でまあ多少余談になりますけど、この低いになる条件も実はその この論文で書いてるんですけども、私のそのまあその認識不足というか評価の甘いところで、この低くになる条件は書いてるんだけど定理として書いてなくて、今ではこの部分が私の定理としてそのよく引用される部分でもあります。でエクス・クライファーがその三分冊の大きな本書いてますけど、それを書いてるときに、お前の定理って言われてるけどこれはその論文の中に書いてないじゃないかと言われて、それで実はこういうここに定義としては書いてないけども、ここをこう読めばちゃんと示してあるんだよということで納得してもらって、本の中にも一応私の定義としてこう書いてありますけど、まあそんなこともあります。